はい、群馬県桐生市立清流中学校3年生の皆さん、こんにちは。爽やかです。シャー、面白いです。つれた。はい、スタートということで、ちょっと本日なんですけれども、皆さんにとある、お伝えしなければならない、まあ、お伝えしなければならないということで、新しい試みを、始めたいと思います。ズバリ、その名も、しずえファースト、コンテストということで、はい、まあ、しずえファーストコンテスト、なんぞやそれという形なんですけども、皆さんに、日頃、ね、マリオカート、プレイされてると思うんですけども、ぜひ、しずえで走っていただいて、しずえで撮れた1位の動画を僕宛に送ってください。その中で映えた、一番映えた、しずえファーストを決めようというしずえファーストコンテストでございます。はい、まあ、具体的なね、動画の撮り方とか、まあ、はちょっと自分たち調べてほしいんだけど、あの動画の送る方法はこの動画概要欄のリンク、応募フォーム貼ってあるので、ぜひそちらからね、応募していただけると嬉しいです。はい、そしてぜひともね、その自然ファーストの切り抜きをですね、なんていうんですか、ハッシュタグ、デスタシゼというのをつけてですね、TikTok に上げていただくと、当選率が、ちょっとガグッと上がりますので、ぜひよろしくお願いします。はい、ってことで、まあ、そういった新しい試みをやろうと思います。ってことで、マリオカートイントラックス、本日もね、元気よく一生懸命やっていきたいので、よろしくお願いします。まずはここでそろそろ雷回避を決めたいところを、はい、もうこれもすぐ使っちゃって、はい、やっぱり自然で1位取るの難しいんですけども、やっぱりだからこそみんなで力を合わせて、みんなが俺に、すごい景色を見せてくれるんじゃないかという思いを込めて、今回このしずえファーストコンテスト、発足に至りました。はい、これピョって飛んでジャンピングアクション決めて、まあ、これ使ってワンチャンも神出てるからね、ワンチャンも神出てるからね。はい、ってことで、さあ勝てるのでしょうか。一周差ついてましたからね、一周差ついてたからね。もう使っといて、さあダブライ取って、さあいけるか、これいけるんじゃね、これ勝てちゃうんじゃね。サワちゃん、もうサワちゃん自然パス来ちゃったんじゃね、これもう来ちゃったでしょ、これ完全に。さあ、あーこっちここでフル、なるほどね。まあ一回こっち戻りましょうか。はい、ってことで皆さんぜひとも、応募のほどよろしくお願いします。具体的な一番上のね、フォームに書いてあるんで、そちらからの応募よろしくお願いいたします。さあこれは勝ちました、勝ちました。これ負けるビジョンが全く持ってない。はい、完全なるしずえファースト確定室流れちゃってるね、これ完全に、完全に確定室流れちゃってる。俺に来ちゃってるけども、こんなん関係ない、そんなこと、そんなことは私関係ない。1位でこうね、トゲ回避を決めて、はい、もうこれ完璧な1位なんですよ。超映え、大映えの1位です。大映え1位炸裂で、はい、他を全く寄せつけず、1位一周確定さん、ありがとうございます。シャー、完璧。ということで皆さん、ぜひとも、皆さん、しずえでの1位の動画、僕宛に送ってください。もしかしたらそれを、僕がアテレコで、実況動画にするかもしれません。第2レースいきましょう。シャースタート。てことで第2レース、リンリンメトロなんですけど、皆さんぜひともね、本当にあのこの企画にご参加いただけると嬉しいです。で、あ、大事なこと言い忘れました。今回の企画で、しずえファーストコンテスト見事優勝に輝いた、あの多分ね、応募期間はですね、多分まあ1ヶ月ぐらいなんだけど、まあ、まだちょっと応募期間もし書いてなかったら書き足しておきます。多分おそらく1ヶ月、はい、1ヶ月間の間、やっていくんですけれども、見事1位に選ばれた方は、自然ファースト1位優勝者には、賞金5万円差し上げます。これガチで僕の方からご連絡させていただきます。ということで皆さんぜひ参加のよろしくお願いします。自然で1位取るだけで、5万円が手に入る、そんな素敵な話ないよね。そんな素敵な話ないですよ。皆さんぜひとも、日本代表の方々からが、最近マリオカート始めた人たちまで誰でも参加できる、そんな素晴らしい企画になっております。よろしくお願いします。さてことで、もう一回俺打開したいから、打開したいから、ちょっと戻るわ。打開する。打開したいんで、ちょっと戻ります。はい。どうやらね、今回メンテナンス入って、回線落ちしなくなったね。うん、回線落ちしなくなりました、マリオカート。非常にありがたい。そしてね、悪い意地、同じ、ゲーム内に同じキャラクターを使っちゃいけないっていう、ルールもできたんで、だから悪い意地だけっていう、こともなくなりました。非常に素晴らしいアップデートが入ったみたいで、僕としては非常にありがたくて、1位が取りやすくなりました。本当に
本当に1位が取りやすくなってありがたい限りでございます。ジャンピングアクション決めて、そろそろ雷降ってもおかしくない状況になってきたね。さあキノコ1個使ってダブル効果あたりでちょっと吐きたいけどね。強いは相手めっちゃ運搬してんじゃん。めちゃめちゃ強い相手運搬してるけど俺のが強いってことを証明する今から。キノコ使っていってちょっと頑張ったけど、ちょっと頑張って、ここでスター使ってサンダー回避を決める。見えた1位サンダー回避爆殺しといて、さあ2位はやれないけど、さあ1位を取り出たよ。ここでいや素晴らしい、あここで雷降る、まあこれはもう私の勝ちですね、はい、負けるビジョンが全くもって見当たりません。さあジャンピングアクションで、はい、ちゃんと防御も引いていく、鉄防御して、これもこの早いルートか、はい、赤コラも食らいません。はい1位獲得、シャイニーレッドク、いやー素晴らしいアップデート入って本当に、スタートってことで、もう素晴らしいアップデートが素晴らしすぎて回想しないっていうことなんで、本当にもうめちゃめちゃ下がって、本当にもうなんだ敵にライバルにもう一周最上をつけて勝つっていう、そういったプレイングを見せていきたい。もうガンガン戻って相手にこうタッチした瞬間レースが始まるみたいな、もうあのアイテム割ってスタートにしようかな、うん、ちょうどそれぐらいじゃない、はい完璧、はいこっから勝ちます。もうこっからでも勝てちゃう、もうアップ神アップで入ったから、もう任天堂による神アップで入ったことによって俺多分こっから勝てる、こっから勝ちます。もうガンガンいきますよ、ガンガンぶん回して勝利を手繰り寄せる、いくぜ。はいキラーすぐ使ってもう勝利手繰り寄せるよガチで、俺はもう最強ということを証明する、俺の時代が来たんだよっていうのを証明したい。はいマキシマキのガッツリ使う、うわーちょっとこれ痛恨だけど、痛恨の落下だけど、ちょっと待ってやばい、まあ、これも作戦です。それでも勝てるんです、はい、それでも勝てます、大丈夫です、見といてください。それでもちゃんと勝ちますから僕。さあメダル1枚取って2枚取って、さああやべ相手もうすぐ最終ラップ突入する、これ負けるぞ、あでも前にいるわ、もう敵前にいる、追いついたねこれ、11じゃねこれ、あ11になって、はい、これキラー使ってガッツシいって、これで1位取ったらみんなもうこれ自然ファーストでしょ完全に、これで1位取っちゃったらマジで、はいサンダー回避これなんですよ自然ファーストは。皆さんこういう動画お待ちしております、こういう動画心底からお待ちしております。はいもうサンダー回避しちゃったらもう誰も俺を止められない、誰も俺を止められないんです、はい、1位でしょ、はい、しかも1位でキノコ持ち、はい最強ジャンピングアクション決めて、もう最速ルードでガッツジャンピングアクション決めて、これトゲとか来ても関係ない、トゲとか来ても関係ない、もうこれはうちがガッツヤしって、うちがガッツヤしちゃってバーナーあるよ、ちゃんとバーナー見えてるんでね、ここもはい、でこれも スプラトゥーンも消してこういうことですよ、3連続1位、いやーマジ任天堂様々だわ。スタート、こんな神がもう多分相当すごいサーバーになったんだろうね、回線落ちしないゲーム今までなかったと思うよ、もう本当にこれは世界最強のゲームだったかもしれない。ほらほんとバックとかもできちゃうこれでさ、ほらもうあこれ一応釣られるんだね、あ釣られるは釣られるんだ、まあでもそんなことも関係ない、うんそんなことも関係ない、非常に重度が上がったねこのゲーム、マジアップで入ってから、アップで入ってからものすごい重度が上がりました。皆さんぜひ、まだマリオカート遊んだことなかったよって人はぜひ遊んでみてはいかがでしょうか、本当にめちゃめちゃ面白くなりました。はい、ほらもう俺なんかめちゃめちゃ速度速いもん一人だけ、はぁってことで自然ファーストみんなどう思う、ぜひともコメント欄でもね、自然ファーストコンテストに関してご意見、ご要望があれば、一応ねキャプチャーボードとか買えば多分収録ができるんで、まあ他にももし OBS とかかな、OBS とかでも収録できるし、いろんな収録方法あるんで、画面収録ぜひとも参加してください。多分そこまで参加人数多くないから、まああとは特別賞、まあ、今回コンテスト優勝者の決定方法なんですけど僕の独断になります、はい独断で決めるんで、まああとは特別賞とか設けて、個人的にこれを良かったらあと1位じゃなくてもすごくいいなと思うのがあれば、ぜひ特別賞で何かしらの、まあ、賞金か、何かを付与しようと思うんで、ぜひともご参加をご検討してみてはいかがでしょうか、よろしくお願いします。さあということで、また一周差ついたチーズなんですけども、さあここから果たして勝てるでしょうか、まあ、チーズ王であればね一周差ついても余裕で勝てるって話なんで、はい皆さんその噂は果たして嘘か誠か、さあいきますよ、
ピョって飛んでバッサリ、はい、まずはロン毛をぶっ刺していくと、はい、これでもう、もうこれで完全に勝利を手繰り寄せちゃってるわけ。もうすぐ見えちゃってる敵が。もう今ワリオは最終ラップ突入しているけど、そんなこと関係ない、関係ないんです。なぜなら俺が1位を取るから、どんな条件であろうと。だからって言ってスターも使って、これ神谷にもう一回振ります。で、またサンダー回、またサンダー回します。さあ最終ラップです。さあここから果たして勝てるのか。おっと、キラー引けない、ちょっと痛恨ですね。これここでもし神谷振ったらかなり痛恨だけど、そんなこと関係ない。それでもおっと、ここで緑コーラ食らうが、それも痛恨だけど大丈夫、きっと大丈夫。ダガイ取ってスター使って、これいけるでしょ。最後特大書とかで全員ぶち抜くって作戦どう。キロ1個使ってジャンピングアクション、そしてなんと一瞬差ついてもう関係なく私が1位なんです。はい、ということで最終レースは、ここリボンロードやっていきます。スタート、最後はもう前張りでがっつり全員に差をつけてもう勝利していきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということで、まあメンテナンスあった中で俺のその走力というものもかなり向上したんで、姿勢だけですね、250cc になりました。あ、いや300だね、 300cc にどうやらアップデートされたようなんで、本当に基本ノラでは負けません。姿勢使えば、姿勢を使えばノラでは基本的に確率に1が取れるようになりました。皆さんぜひね一度使ってみてはいかがでしょうか。やはりね僕の声がようやく認定届きました。姿勢の、かなりの、強化が施されました。ぜひとも、今後は姿勢を使って、多分おそらくガチ勢の大会とかでももう姿勢以外誰も使わなくなると思う。それぐらい、強いキャラクターになった姿勢が。ちゃんと真ん中にバンナー置いといて、はい、赤コーナー来てもちゃんと消せる体勢を整えておくと。ジャンピングアクション決めて、ここもジャンピングアクション決めて、はい、もう見てこのさ、2頭さ、歴戦とか騒ぎじゃないですよ。ガン前、もうガン逃げです。はい、もう2位がキラー使っちゃってるもん。はい、ここもダブライト取って、はい、もうこの3だと落下回避しちゃいたいぐらいだけどね。落下回避している。俺、今から当てるわ、じゃあ。この後落下回避します。見ててください。まだ。まだ、まだ来ない。まだサンダーは来ない。もうすぐだね。この後。この後俺落下回避決めるわ。まあ、トゲ来たでしょ。トゲ来たってことはそろそろサンダーも来るって話。そろそろサンダー来ます。まずはトゲは受けます。トゲ受けてここら辺から、この辺りから、ここで落下回避します。どう、あー惜しいね。いや俺狙うよ、俺落下回避狙ったら 350cc の姿勢だから正直、あ、うん、失敗した。試みは失敗に終わった。ただまだサンダーもう一歩あるかもしれないから、サンダーもう一歩あるかもしれないです。あのキラーで回避したやつがサンダー持ってる可能性もある。大いに。ここでサンダー振る。あ、振らないか。え、俺待って、ちょ待って、抜かれたんだけど。ちょっと待って。ちょガチ待て。ちょ話になんない。あ、よかったこいつバカで。相手バカだね。はい、自然の前では相手即負けルールです。ガチで負けかけた。ね、はい、てことで皆さん、クソ長いメンテナンス開けた後どんだけこのゲームが変わってるかも楽しみです。そしてぜひ静江ファーストコンテスト、ご参加いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。